ちょっと前半シュートが入らなくて、重い展開でしたけど、後半3クォーターの入り、しっかり、もう一回クリアにして、挑めたので、そこが良かったんじゃないかなと思います。あ、僕自身ですか。はい、僕、あ、そうですね、金丸選手自身あ、まあ、そうですね、前半シュート入らなかったんですけど、やっぱ気持ち切らさずに、打ち続けたら、後半ああいう風に入ることもあるので、気持ちを切らさずやったことです、はい。そして、今節モテ男ナンバーワン、シーホース三河内のモテ男ナンバーワンやってましたが、第2位でした。いかがですか。ありがとうございます。まあ、やっぱ1位にはかなわないですね、はい、1位ダントツでしたね。ダントツですね、かなわないです、はい。でもこう投票してくださった皆さんに一言お願いいたします。そうですね、まあ、票を入れてくださってありがとうございます。また次このような企画があれば、期待します。お願いします。昨日と今日と連日、お越しくださいましてありがとうございます。2月はあと1回ここでホームゲームあります。あと2試合、あ、今月はあと2試合、応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日のヒーロー金丸選手に大きな大きな拍手お願いいたします。まあ、三重さんが最初からですね、非常に飛ばしてくるっていうかね、激しく来たので我々も苦しかったです。すごいで、後半に入って第3クォーターで一気に逆転しました。ハーフタイム中にはどんなことを指示されましたか。いや、一桁でね、終わるっていうことを約束して選手がそれを守ってくれたので、後半はしっかり逆転してくるっていうことを信じて、選手を褒めました、はい。本当に前半は、リバウンドも負けてますし、それからシュートで終わらないで自ら相手に得点を与えてたので、そこをしっかり修正して、いい形で勝てたと思います。今日は特にゲームメーカー橋本選手を呼ぶシーンも見受けられましたが、どんなことを指示されてました。いや、本当にモチベーション高くてプロ意識の強い、いい選手なので、しっかりコミュニケーションを取ってですね、やはり、ガードとして、コート内のコーチですから、そういうところでコミュニケーションをしっかり取りました。今日も会社がやってるっていうかね、このグループの会社がたくさんやってる中で今日も大丈夫かなと思ったんですけども、
皆さん本当に今日来ていただいてありがとうございます。またホームで2連戦ありますので、ぜひ会場に来て、応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。鈴木君和ヘッドコーチに大きな拍手お願いいたします。